次はですね、こうでございます。x 次乗マイナス 2x、3x、まあどうしようかな。もう合わないかもしれないから、これでいきましょう。もう考えなしに問題作りました。こういうやつです。今度は、絶対値の中が二次関数になったやつです。で、これはですね、どうするかというと、やっぱりこの中が正確です。x 次乗 2x が正。まあ、もちろんこれ x 次乗マイナス 2x が負と。で、これはグラフ書いちゃいます。まあ、これまあここまで書きましょうか。まあ、ここで前回の復習が効くんですが、一応これ2つ書くんですね。こうやってですね。で、0と2、で、こっちは以上ですから、こっちでございます。黒丸で、ここですねの時となります。で、こっちは、白丸でこうですから、こうでございますからの時となります。こういうふうに場合を通します。で、あとは簡単で、正の時はそのまま開くから括弧にしましょう。ただこの後の因数分解ができるのかちょっと不安です。はい。で、こっちは負でございますから、マイナス x 以上マイナス 2x、これは変わりませんよ。 3x プラス1で、これを解くんですが、かなり不安ですが、マイナス 5x、 やっぱり不安的中しましたね。因数分解できませんね、これとてもね。ちょっと困りましたね。ということになりますが、これはどうやって解くんでしょうか。はい、そうですね、解の公式しかありませんね。解の公式です。続き書きますね。そしたら解の公式でどうなります。はい、言ってください。2分の5プラスマイナス5個25マイナス、4ac だからプラス4。もう嫌ですね。29、これ合ってますよね。ちょっと違う人すぐ言ってくださいね。取り出さない感覚ですね。はい、だからこれ無理ですよね。うわー、しまいました。こうやって失敗するんです。で、これはですね、まあ、不等式の勉強になっちゃったんですけど、2の5引くルート29、2の5プラスルート29で、それの、0以上だからこういうふうな結果になってしまいます。だからこういうことになりますね。で、アバウトですけど、これは、5. いくらですね。5.25だから 5. いくらだから、5から 5. いくらだから6まではいかないんだよね。6636から5だから、まあで、間違いなくこれは負の数にはなりますね。だから負の数にはなる。で、まあ、アバウトいきましょう。で、これは5.25で5たす5で10だから、まあこれ 5. いくらだろうと。で、これはマイナス 0. いくらだろうと、こういうことになります。そして、あとそんなもんですよ。ああ、でもね、本当にね、東大で1回ね、 π が 3.05 よりも大きいことを証明しなさいっていう試験が出たんだよ。で、これ証明してくれたんですよ。これはね、こういう適当なことしたら解けませんでした。少数何桁もちゃんとしない。だから、あ、まあ、君たち今日は許してください。これ適当にやっちゃいけないってことですね。でもね、あんまり今ね、こうだよ、これなんか問題集かなんかの問題を勝手にやると著作権違反とかやれるから大変なんですよね。だから勝手に作る、まあ、作ると失敗しますね、やっぱ。だけど0以下だから、0以下、あ、だからこれはいけるよね、0以下。そして2以上、あ、なんかいきましたね。ということはここでいいんですよ。だからこれはこれで合ってます。こういうふうな判定をしますね。で、次こっちですね。まあまあ、こっちは、こっちに書きましょうか。これで時間食っちゃったな。マイナス x 次乗プラス 2x だからマイナス x でマイナス1、全部以上で、これはこういうふうなことをするでしょ。全部かけちゃってこうしちゃいます。これも嫌な数字ですね。で、これも解の公式ですね。で、もう、でもね、案外結びにしてるってそんな多いんで、で、b 次乗マイナス 4ac だから、あ、虚数になりました。いい、あ、でもいい勉強だよ。今日不等式やってる。だからこれはどうするかっていうと、グラフを書くんだよね。グラフ書くんだったんだよね。2分の1の次乗にして、プラス4分の3にするんだよね。で、これが0以下だから、これはこういうことになるから
ちゃんとグラフの向き考えて、これは解なしになりますね。ゼロにしたとこないから解なしと。ということで結局該当する部分がありません。確かに。ちょっと待って。最後に聞きなさい。このゼロから2で該当がないということです。だから答えはそれで該当がないとダメだよ。これが答えだよ。最後はこっちは該当がないけど、こっちはこの部分が該当するから答えはこことここだというふうになるわけです。いいですね。だから不等式の勉強になっちゃいましたけど、とりあえずこういうのは正と負に分けるということで、あとは大変な、まあ、問題をよく設計している人がいたらきちっと出ますけど、まあ、こういうふうになっちゃうとこうなりますと。だから不等式の勉強になったと思うんで、分かりましたね。大丈夫ですか。今日初めての人はこれちょうどよかったと思います。だからメモる人はメモってください。だからこういう解き方をするということで書いておいてください。どうしましょう。ですね、x-3 プラス y、3以下と、このグラフ書きなさいという最後に、まあ、全部は難しいんで時間の関係がありますから簡単に言います。これはどう解くかというとですね、困りましたよね、これね。だけど、まず xy 平面を書きましょう。そして、ここが正負ってことは3なんですよね。x が3なんです。で、ここで場合分けをします。そしたら、実はどうするかというとですね、x が3より大きく、y が0より大きいところはここですね。いいですか、今目ついていってますか。x が、目切っちゃダメよ。x が3より大きく、y が0より大きいところはここですね。ここは全部正なので、x-3 プラス y、これが3。よって、x たす y、これが6になるのかな、こうなります。だから y 小なり、マイナス x プラス6というグラフになります。だからちょうど6で点点点点でピュッとなるわけです。こういうふうになります。で、そしたらもう数字分かりましたね。こっち側はこっち側はここは負でマイナス x-3で、y はそのまま正で3でございます。そうすると、マイナス x プラス y、ちょうど0になりますね。そしたら、これは y は、x ということになるので、ちょうどこういうグラフになります。y イコール、ちょうど原点を通りますね。ちょっとそれは僕失敗しちゃったんですけど、本当はきれいにダイヤモンドになるんですけどね。で、次こっちですね。こっちは下なんで、ここは負になる。で、ここは負になる。で、3以下ということになります。でですね、これも、マイナス x プラス3、マイナス y、3なんで、マイナス x マイナス y がこれ、まあそうすると、まあちょうど移行して、もうちょっとかなりずるこうしてます。だから多分、まあ、こんな感じになってくる。で、あと、なんか、薄々分かるの、これ、きれいなひし形になるんですけど、まあ、ごめんなさいね、私が図が下手だから、これは正です、そのまま。で、これがマイナスになるんで、マイナス y と。で、3以下ということなので、またこれ、まあ、ちゃんと書きましょう。x、マイナス6だから、y、x マイナス6です。で、まあ、こういうことになると思います。で、問題はこの不等号の処理なんですが、まあ、かなり予習じみてるんですが、例えばこれで考えたときに、ここの座標が、まあ、そう、ここ、まあ、とりあえず、この x が3で、3、0というのを入れてみましょうと。したら、これに3、0を入れてみたら、0、3-6 だから、これはマイナス3ですから、この不等号合ってますよね。合ってるでしょ。ということは、3、0を入ってる側に、色を塗ってよいというふうになります。そういう意味なんです。不等式って面白くて、今不等式これです。で、これはイコールの時です。これ不等式になっている時は実際入れてみます。入れてみて、この不等号が向きが変わらなければそこは正しいんだということでそっち側を塗ります。で、同じような作業をしたら全部これ多分こうなります。で、今日のちょっと最後駆け足でしたが、やり方は場合分けだと。正か負の場合分けで、
こういう X や Y が来てもグラフで、まあ、怖くはないんだよってことです。いいですか。だから、まあ、最後にこういう感じで場合は今日できるような人間になってくださいって話ですね。ということで質問はありますか。よろしいですか。あ、疑問ですか。大丈夫ですね。はい、じゃあメモってください。